ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、Rです。サイレントヒル3実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで前回から異世界の病院にステージが変わりまして、引き続きレナードを探索するということで続きからやっていきたいと思います。ピッ、ワットサールか、エレベーターのとこまで行く。うわ、ちょっとそれはないでしょう。このナースがいきなり出てくるのがずるいよね。あー、こっちもあるのか。こっちはいけるの？あ、なんかいけるようになってる。鍵がかかっている。前回行けなかったところが行けるようになってますね。開く。ここもいるの？何の声だ？うわ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 。どうなってんのこの部屋？何の部屋？あ、なんかある。すごい絵だ。グロッキーだな。世界には必要のない人間が溢れている。私は神の意志を従い、神の意志に従い戦う。栄誉ある騎士として、印象の守護者として、罪人たちの血を捧げよう。誰がこんなの書いた？うん、これ悪趣味なやつ。こういうのを見ると私はついこう思う。じゃああんたはこの世界に必要な人間のつもりって。でも印象の守護者か。どっかで聞いた言葉のような気もする。さっきのナースさんはどこ行ったの？あ、いた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 。あれ、ナースさん、ナースさん、ナースさん、あそこにいたね。あ、バレてるね。ここ開けなー、開かなー。うわー、こっちはいけない。さあナースさんどっから来る？そしてエレベーター。1階もこれで調べたので、地下1階、地下1階まではまあ前回もあったんですけどね。地下2階なんてなかったよね。あ、いけない、いけない。うわ、 B3 階だって。どんだけ地下なんだよ。地獄だな。地図にないよね。だって地図にない世界だよね。数字が書いてある。7番。え？え？7番って言ってなかった。でも印象があるとか。5、6、2。何、こっから、この中から探せってことなのこれ？え？何？意味がわからん。え、どういうこと？え、どういうこと？わかんないよ。あ、これ？え？ん？なんだあれ？また番号出てきたんだけど、ちょっと待ってくれ。ヒントがないんだけど。布をかぶってるのが4つだからこれだな。これの順にやるのか。2087。ちょっと適当にやってみましょう。
20、8、7。開かない。じゃあ逆。7、8、0、2。7、8、0、2。開かない。どう、あとは ?0、0、2、7、8とか。ちょっと待って、なんでここで急にまたそういうのが出てくる？わかんないな。ヒントないかな。すぐにヒントに頼る。じゃあこれ7で、ここが8。あ、いた！え？ 7028。適当にやりましたよ、僕。え？開いた？え？どういうこと？どこ？どこ開いたの？これ。ここ？ここが開いたの？ん？なんかある。仮装された鍵を手に入れた。鍵がかかってるところが、1階にあったんだっけ？ここだね。ここだね。さっきナースさんがいた部屋に入らなきゃいけないのか。はい。ここにもいるんです。はい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 。はい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 。はい。この先はいる？ここもいる。レストルーム。ああ！あ、リロード。リロードが入りました。いけ。あ！味方が来た。増援だ。ああ。邪魔や。もうこうなったら強行突破。もう進むで。開かない。なぜ？エレベーターは？ああもう開かない。ああもう、どこにいる？今私はどこにいる？ああなんで？もう邪魔しないでよ。急に難易度高くない？え、なんだって？初めての誕生日をなんとかかんとか言ってた。レストルーム開かないし。わかんないわかんない。どこ？ここは？ここ開かない。何？開いた。去ったけど、え、台の上に何か乗ってる。人にしては薄すぎるけど、なんだこの部屋は。あ、え、すごいいっぱい回復がある。これが誕生日プレゼント。え、なんか声が聞こえますが、とりあえず回復したい。なにヘザーがどっか向いてる。ん、なんかある。バースデーカード。38回目の誕生日はおめでとう。14+7+17 で 38？ え？でも今日は私の誕生日じゃない。もうまた謎解きか。ちょっと書きますね。ああ書かなくていいの？なんか豚のキャラみたいなのがあそこにあるけど、偶然？だってもう行ける部屋なくね？
あとこっちかな。こっちも調べてないね。キッチンだって。C4 を調べられてないんですわ。なんかでかくなった気がするな。開いた。やっぱそうだな。こんなとこにもセーブポイントがある。ちょ、セーブします。はい、セーブしました。で、なんかある。ストレッチャーが置いてある。祭壇のようにも見える。ろうそくが燃やされ、ナイフが置かれ、血の匂いがする。祀っているのはそこにある絵、あるいは絵に描かれた何か。あ、これなんか、失われた記憶。例えば特徴的なものでは、現代には忘れ去られ、希少な文献の中に記されているのみではあるが、生贄の儀式というのがある。祈りを捧げ、男の胸に銅の杭を突き立てる。心臓に穴を、何これ、なんていうの、太刀、ははは、わかんないっす。吹き出す赤い血にて祭壇を濡らす。神を慰め、神への忠誠を示すためである。同文献内に生贄の儀式のもう一つのものとして、生きながら炎に焼かれるというのが書かれている。これってヘザーがなんか話してたやつ。あ、違うな。ヘザーのお父さんがなんか話してたやつだよね。これはより高位なもので、捕虜や罪人ではなく聖職者のみが生贄となることが許されている。家系にも似たこの儀式は、近郊の宗教では類似が見られない。これはこの神が太陽神であることが関係しているのではないだろうか。この宗教が人々の救済を唱えながらも、どこか後ろ暗いカルト性を感じるのは、こういった歴史を内包しているせいかもしれない。はあ。そういえば、なんか吊るされてるようなとこあったね。3階だっけ？あ、ここだ、ここ。ここの丸がついてるところが、ああいうのあったもんね。そうなると？どういうことになるの？ え？あれをしろってことなの？これ。誰が火をつけたんだろう？あ、なんかアイテム持ってたっけ？あ、ビニール袋。これと？あ、違うな。これは違うのか。だから要するに、あの3階のところで何かをするんだろうね。2階はちなみに、そう、2階は調べられないっていうのが分かって、だから3階だよね。ストアルームは入っちゃダメ。あと S4、 あ、まあ S46 は何もなかったから、ビニール袋だけって何、な、え、何かすんのかな。とりあえず3回行ってみましょう。バッシュー。うわー、いっぱいいすぎでしょ。固まるなよお前ら。うっよっ。ここはこうなってるだけで。これさ、ビニールは無理かな。あ、使えた。え？え？
え？血、血？え？血を入れてどうすんのこれ。あそこに持ってくのかな。あ、そうだ。さっきのところにおそらく持っていくんだ。オーケーオーケー。ここで使うってこと。ああ、使える。なんで？え？何が起きんのこれ。はしごになった。なんで？行ってみるか。ムービーですね。なんだ。何か蔓延してね。なんか黒い煙みたいなのが蔓延してない。何？ What's だよね、本当。何これ？What's？ なんだ？頭がおかしい。なんだ、コントローラーがすごい揺れてる。お、え、あ、あ？え？もうヘイさんも耐性がついちゃってるよ。嘘でしょ？歩きづら。そして何より何をすればいいのかよくわからない。どこにいる？
潜った。え、どう戦えばいいの。え、何をすればいいのよ。おいた。なるほど、ああやって潜ると。おーおーおおお、泳いでる。はいはいはい、リロードして潜ってる潜ってる。近づきたくないね。え、潜ってる間は触れても大丈夫なのかな。はい、で、ハンドガンなくなったのでショットガンにします。回復はいっぱいあるから、よくわかんない誕生日プレゼントで。おおおお、痛い。逃げて。潜ったか。あ、まだまだいる。あ、いたいたいた、あったあった、潜った。やだやだやだ。あ、え、なんかよくわかんない。うわあ、打てなかった。今だ。 OK。 あーあー、なんかそんなに驚きもしない普通の戦いだよこれ。 OK。 はっ。 OK。 よいしょ。あー OK。 え、どうした。どういうこと。え、夢ってこと。Leonard's not here anymore。 レナードはもういない。 I guess I should head back to the motel now。 モテルに戻ろう。わかりました。 I hope Douglas is okay。 そうね。あ、な、何？おお、印象だ。タリスマン？回復して。出よう。ちょっと待って。おい。あ、え、え、え。あ、なんだよ、びっくりした。出れるかな。はい、というわけでね、今回はこの辺りで切りたいと思います。無事にボスを倒し、まあ、レナードを倒し、この病院エリアをクリアしました。謎の印象も手に入れてね、次回無事ダグラスと合流できるんでしょうか。というわけで以上 R でした。ご乗車ありがとうございました。もしよろしければ他の動画もぜひご利用ください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただきますと最新の動画が見やすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。またブログや実況プレイ、プレイリストの URL が動画概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひご覧になってみてください。というわけで、以上 R でした。